はい、こんにちは。今回は日本王者同士の戦いなどチャンピオン同士の名勝負を紹介いたします。日本スーパーライト級王者でテクニシャンの桑田博夢選手と日本ライト級王者で平成の KO キングの異名を持つ坂本裕之選手が激突いたしました。アマチュアで社会人王者だった桑田選手に対し、坂本選手はプロ叩き上げのハードパンチャーで、これまで15戦全勝、12KO と、ほとんどの試合を KO で飾っておりました。坂本選手は肉体的なパンチ力だけで倒してきたのではなく、殺気と拳の力は比例するという考えを持ち、KO パンチにはいつも殺気を込めて倒していたのです。試合展開は中盤に桑田選手にペースが行きかけましたが、1階級下の坂本選手は常に前進し、気迫と殺意のこもったパンチを振るい、ペースを奪い返し、第10ラウンドに一気に勝負をかけ、桑田選手がパワーと気迫に押され、防戦一方となっていくのです。試合を止めた。 KO 勝ち、 KO 勝ち。第10ラウンドレフェリーがストップ。ここ2戦いずれも3ラウンドナックアウト勝ち。山岡昌則選手はガードを固め、相手の打ち終わりをボディーブローや左フックで狙うスタイルで、宮城選手を TKO で破って日本王者となりました。一方、挑戦者のグレート金山選手は韓国でプロデビューし、2階級にわたって韓国王者となり、世界王座に2度挑戦いたしました。3度目の世界挑戦をするため来日したのですが、日本での初戦こそ畑中選手に僅差判定負けを喫しましたが、目下7連勝と元韓国王者、そして元世界ランカーの実力を発揮しております。試合は王者山岡選手が手数の多さでポイントをややリードして終盤にもつれるのですが、グレート金山選手が最終10ラウンドに猛然と王者に襲いかかり、ロープに詰めて怒涛の連打を繰り出し、強烈な左ボディーブローを打ち込みます。ボディーブロー入りましたね。ボディー去年の2月に4ヶ月前の試合でマーク堀越を逆転 KO で下し、日本スーパーバンタム級王座を奪取した高橋直人選手は大国王者ノリ・ジョッキージムと相まみえました。高橋選手は前のマーク堀越戦でもダウンを喫し、3ラウンドから意識のないまま戦っていたのですが、この試合でも早くもダウンを奪われ、劣勢に立たされました。劣勢に立っても、高橋選手には鋭くキレのあるパンチと、伝家の宝刀カウンターを持っており、この試合もカウンターの左フックから形勢を逆転させました。本来はアウトボクサーだった高橋選手は倒し合いをするボクサーに変貌し、3ラウンドに倒しきりました。呼び出しです。日本スーパーウェルター級王者神山仁選手と日本ウェルター級王者の吉野博之選手が1991年12月にぶつかりました。両者はこれが3度目の戦いで、初戦は引き分け、2戦目は吉野選手が日本ウェルター級王座の初防衛戦で戦ったのですが、この試合では吉野選手の剛腕左フックが炸裂し、3ラウンドで終演いたしました。そして神山選手がその後、日本スーパーウェルター級王者となって3度目の対戦が実現いたしました。両王者とも日本王座を10度防衛しており、吉野選手は10度の防衛中9度 KO 防衛、神山選手は8度 KO 防衛と、この階級では共に無双ぶりを発揮しておりました。しかし、両者はタイプが異なり、青森出身の神山選手は持ち前のスタミナを生かして実直にコツコツ攻めるタイプで、吉野選手は左フックを武器にしたハードパンチャーで豪快な KO で人気を誇っておりました。両王者はプロ入りが同期、日本王座も10度防衛同士、そして3度目の戦いということで、お互い激しく意識し合い、意地がぶつかり、両者一歩も引かない打撃戦が繰り広げられました。吉野選手は左フックから連打を畳み込み、たびたび神山選手を追い詰めますが、神山選手は前回の KO 負けから3年半、経験と猛練習でガードと頑丈さを培い、じっと耐え抜きます。迎えた第7ラウンド、神山選手は吉野選手の猛攻を耐え抜き、一瞬の隙を見逃さず、渾身の左フックを放ちます。2度のダウンから起き上がった吉野選手ですが、神山選手の決意を込めたパンチによって崩れ去りました。神山、涙です。男泣きです。村田選手は世界王者ジェフ・チャンドラーとの戦いで初の黒星を喫し、再起戦にはハリケーンテルを破って勢いのある磯上選手を迎えました。世界ランカー同士の戦い、そして東洋太平洋王者と日本王者のライバル対決に、後楽園ホールは超満員で通路も立ち見客で溢れていました。右カウンターのタイミングをつかんだ村田選手は、第3ラウンドも強烈な右カウンターをヒットさせるのです。当時のバンタム級では、村田選手、磯上選手、石垣選手、ハリケーン・テルと4人がライバルとされていたのですが、やはり村田選手は一歩抜きに出ていたのです。ライバル対決を見事な KO 勝利で飾った村田選手は、その1年後にジェフ・チャンドラーに3度目のチャレンジをしました。しかし、チャンドラーの壁を越えることができず、東洋太平洋王者のまま引退したのでした。